阪神線軽電車。阪神線軽電車。阪神線軽電車は、阪神電気鉄道が所有する優等列車用の通勤系電車。2009年3月20日に開始した阪神、南波線の西九条駅大阪南波駅間の延伸に伴う阪神電気鉄道と近畿日本鉄道との相互直通運転に先駆けて、近鉄線内への乗り入れにも対応した。 急行系車両として6年から製造が開始され、2007年10月5日より営業運転を開始した。製造メーカーは、近畿車両で、Z シルバーの愛称で知られる5201系5201から5202や阪神、淡路大震災の復興期に登場した9000系に、次、ぐ、阪神としては3形式目となるステンレス製の車両ある。 赤道車と呼ばれる、急行形車両であるが、阪神南馬線、近鉄南馬線、奈良線では普通、各駅停車としても運用されている。本校では解説の便宜上、六両編成については、梅田、近鉄奈良方線、当社の車両番号、回、フォーメーションイコール編成の略を、編成名として、記述、例、千二百一以下六両編成イコール千二百一回、四 二両編成については、制御電動車の車両番号 F を編成名として、記述、例、1501以下二両編成イコール1501回とする。ただし近鉄が制定している、電算記号、各社の編成番号に、相当では6連は HS、2連は HT としている。本系列は、先に登場した九千系及び九千三百系をベースとしながらも、 よそ行きモードと名付けたデザインテーマのもと、阪神南馬線や近鉄奈良線といった新たな沿線において、阪神の顔を取る車両として、またはちょっと乗ってみたくなる車両として親しまれることを願って、従来車のイメージを受け継ぎつつ、車内、外のデザインを一新して登場した。阪神南馬線の開業にあたって、近鉄奈良線への乗り入れダイヤの検討も進められ、 阪神からの乗り入れ車両は赤道車と呼ばれる急行系車両で対応することとなった。乗り入れ対応車は一部を急線系の改造で対応する以外は新型車両を導入することとなったが、この車両では従来の阪神神戸高速鉄道東西線、山陽電気鉄道本線直通仕様に加えて、新造時から近鉄の乗り入れも考慮して製造されることとなった。 折しも2005年に阪神本線の開業100周年を迎えたことから次世代型の標準車両として従来の伝統と新機軸を調和させて三車総合直通に対応した型車両として本系列が設計、製造されることとなった。本系列が9300系の後継系列でありながら1万系ではなく1000系4桁番号の最小値に戻ったになったのは 開業100周年を超えて、次の新たな100周年への再スタートを込めていためと発表されている。また、2009年3月時点では、全車が近畿車両で製造されているが、阪神にとって同社への発注は、田中車両時代の1936年に発注された1141系以来70年ぶりである。しかし、8000系タイプ4の製造時に、 近畿車両のスタッフが、阪神の車両部や阪神坊系の、向川車両工業のスタッフと共に設計に参画したことがあったことから、決して円が浅かったわけではない。なお、本系列の1両あたり平均製造単価は1億3、0円で、2006年の製造開始から2年数ヶ月で78両が、納入された。投資額は、単純に計算して100億を超え、 旧型車の代替分や運用像が含まれるとしても、阪神南波線開業後は従来所有の317両を大きく上回る370両前後の車両を所有することになることから、阪神は本系列に大きな投資をしたことになる。設計最高速度は時速1 2 0トル、当面は時速1 1 0トル、営業最高速度は阪神本線では 時速 106km、近鉄奈良線では、時速 105km、西洋電気鉄道本線では、時速 110km、軌道加速度は、時速 3.0km、S。減速度は、常用最大で時速 4.0km、S である。以降、この項ではうち、外装や、電装品などの分野ごとに記述する。編成は、直通特急から準急。 2017年現在は、阪神南波線のみ設定、区間準急、普通、阪神南波線までの基本運用に充当される6両編成と、阪神南波線開業後は増結運用を中心に、充当され2両編成の2種類から構成され、6両編成は、大阪方面から1201型から1001型から1101。 形1301型から1051型から1251型と従来の3両ユニットを2組組み合わせて6両編成蘇生するという構成に変更はないが、工述のように手電動機の出力を増強したことから MT 比を従来の2、1から1、1に変更。本系列では新形式の1301型が登場した。また、 車両番号の不番ルールも9300系までの大阪型、奇数ユニット神戸型、偶数ユニットの組み合わせとは異なり、神戸型ユニットのうち m 三社と t c 二社は大阪方の t c 一社及び m 一社に五十を加え番号が不番されることとなった。二両編成は大阪方から千六百一型から千五百一系の一 m 一 t であり、こちらも従来とは異なり、 車両番号が奇数、偶数に関わらず神戸型先頭車が MC 車となる。この二両編成は本系列のほか、急戦系との連結にも対応しており、阪神南馬線開業後は六両編成の梅田・近鉄奈良型に増結されて、最大で十両編成での運用を可能とする。なお、赤道車で、新造の MC 車は百七十一年製造の千八百一。 計算自社以来35年ぶりである。車体は前述の通り半身としては3形式目となるステンレス製で、運転台部分は9000系と同様に加工性に配慮して普通構成とされている。ただし、9000系では全面裾部に R があって従来車との違和感がないようなデザインとなっていたが、本系列では全面も含めて裾部は、 直線仕上げとなっている。車体の溶接に最新のレーザー溶接を採用したことから、従来の車両に比べて溶接根が目立たなくなり、爪面も含めて、ビードプレスがなくなったことも含めて、美しい仕上がりと構えたい強度の向上に寄与している。カラーリングは、ステンレス車体となっても利用者が抱いている、優等列車イコール赤系統の色というイメージを損なわないように、 9300系や8000系リニューアル社で採用されたオレンジを主としたパステルカラー調を継承しているが、これらの系列とは、色調の違う若干黄色に近いオレンジ系の新色、ビバーチェオレジを全面、全消灯周囲及び、そぶと客用扉に配し、飛ぶ黒部は白のステッカーを重複し、ステンレスのジーが横縞となっている。 この車体塗色に下回りの黒とブラック処理を施された前面とが相まって阪神タイガースの球団機を連想させる色使いとなった。車体長は先頭車、中間車とも3801系3905回及び5 0 0 1系2台以降の標準寸法を踏襲しているが窓配置は先頭車が D1、D2、D2、D1。 中間車が 1D2D2D1D、D、客用扉、D、乗務員扉と8000系、タイプ4以来の標準であった扉間3連窓から変更されて乗り入れ先の近鉄の各系列に類似した2連窓となっている。また客用乗降口の幅は9300系と同じく 1300mm とされた。正面デザインは9300系までの 中央貫通扉付けの三枚窓で、貫通扉上には、全小灯、運転台側上部に行き先表示器、車掌台側上部に種別表示器という基本デザインは、踏襲されたものの、前面の基本形状を貫通扉を中心にした直立円柱のカーブ面とし、わずかに膨らみを持たせたほか、スト部を9300系と同様に斜めにカットし、その上部に微灯を配することで、 ボリューム感と立体感を強調し、従来の半身の車両イメージを継承しながらも、8000系タイプ E 登場以来のモデルチェンジが図られ、新車であることを大きくアピールした。また、前面の大半に施されたブラック処理に対して、前照灯周りと裾部のカット部分のビバーチェオレンジに、ホロザの銀色がアクセントとなって、飽きのこないシンプルさと印象深さを演出した。 全面貫通路は8000系以降、ホロを装着しない前提で非常用となっていたが、本系列では増結編成の1501型にホロを取り付けて、閉結時には連結対象となる。梅田、近鉄奈良方の1201系及び増結編成の1601型にホロを連結して貫通路を構成するが、元町。 姫路法戦闘車の1251型については、当面併結を行わないことから、フォロワークについても取り付け台座などの設置はなされていない。前面及び側面の行き先表示器には、阪神の鉄道車両で初の LED を採用し、種別部分はフルカラー式、行き先部分は白色 LED 式で、従来の幕式と同等の視認性を確保している。 側面に関しては、走行中は消灯する。連結機は、従来阪神では、先頭車に、バンドン式密着連結機を採用してきたが、本系列では、近鉄との乗り入れの関係で、阪神の申請者で、初めて一般的な回り子式密着連結機を採用した。ただし、ユニット間となる1101系の神戸方と1301系の大阪方に、 工場入場時の口内入れ替えに考慮して、簡易運転台を設置するとともに回り越式、密着連結器を装備し、それ以外の中間部分に、半永久連結器を装備しているのは従来と同じであるが、本系列では向かって、正面左側、通常時1101型は山側、1301型は海側に、全消灯が一つ備えられており、切り離して、それぞれを、 先頭車としても、夜間の走行を可能とした。また、本系列では、増結に対応するために、2両編成の1 5 0 1型と1 6 0 1系6両編成の大阪方の1201、型に、阪神では、初めての電気連結機を装備するとともに、同時装置をまた新式機構付きのものにして、電気連結機を連結機に対して、常に、 車体中心部の位置を取らせるようにすることで、像、解決時の作業時間短縮を図っている。このため、基本編成の1201型と増結編成の1501型と1601系の廃照機、スカートは、電気連結機が装備されたことによって、中央部分が効く書き取られた形状となっており、1201型が装備する従来の車両のものと、 類似する三面構成のスカートとは、形状が異なっている。屋根状には、5 5 0 0系以降半身の標準となった、セミ集中式の冷房装置である CU-703A を2機搭載したほか、パンタグラフは、半身の車両では、初のシングルアーム式の PT-7160A を採用、1501型には2機、1001型と1101、 型には一機搭載しているが、取り付け台座は従来の下枠交差式パンタグラフの取り付けも可能な構造になっている。二両編成のパンタグラフのレイアウトは近鉄シリーズ21と同じである。先に登場した9300系では一部車両の座席にセミクロスシートを採用し、8000系のリニューアル車にも引き継がれたが、本系列では近鉄との相互直通運転時には、 ロングシート車の乗り入れとなったことから、再び全席ロングシートに戻った。座席そのものは8000系、タイプ4以来半身の標準となっている、バケットタイプのロングシートで、優先座席部分については従来車と同じグレー。貴重あるが、一般席のモケットの表地に、従来のエンジやピンク、金茶色といった、暖色系ではなく、ドア部分のオレンジに対比して、目を和ませる色となる。 オリーブグリーンを採用した。布地を折り上げる際に、グリーン系の糸と紫系の糸を折り合わせることで、オリーブグリーンを発色。仕上がりは、光の当たり具合や面によって発色が微妙に異なるようになっている。化粧板は、明るいグレーを基調としながらも、側板には、江戸古門をアレンジした模様を入れ、つま面は、木目柄として、味わい深さと変化を与えている。床材の色は、 座席のオリーブグリーンが引き立つように淡い小豆色となっており従来車と同様に濃淡をつけてフットラインを表しているほかカーテンと二棚先端部は座席と同型色のグリーンとることでトータルとして爽やかなカラーリングとなるようにしているまた乗客着席時の掛け心地に配慮して袖仕切りの内張りにもモケットを張っているその袖仕切りの上部から スタンションポールを立ち上げているのは急線形などと共通であるが上部を車体の中央方向へ大きく膨らませることによって立脚と着席脚の間合いを大きく取るととも立脚に与える視覚上の圧迫感の軽減に努めた。このほか、従来は中間車のみであった車椅子スペースを本系列では先頭車にも設置したほか手すりと非常通報装置も設置した。 室内灯は7 8 0 1系一自社以来のカバーレスタイプ直接照明であるが7801型とは異なり天井にアーチ状のオーブを設けそこに蛍光灯本体とソケットが収まるようにデザインすることで蛍光灯本体を露出させることによる車内イメージの低下を防いだ天井中央を貫通するラインデリア補助送風機の吹き出し口をはじめ 空調の吹き出し口や、側小天井は、当部のデザインを生かす形で、デザイン設計が行われ、天井ユニット全体の一体感を持たせる仕上がりとなった。車内案内表示器は、従来車と同様に山側に2カ所、浜側に1カ所のドア状に設置されいるが、表示器と扉開閉ブザーに加えて、扉開閉予告等を設置し、視覚的なドア開閉情報の発信機能を追加した。 運転台は従来の阪神・三陽用の設備に加え、近鉄用の設備も設置する必要があることから、奥行きを従来車の 1615mm から 160mm 拡大するとともに、天井内にも機器を配置することで機器の設置スペースを確保した。このため、運転台直後の座席が従来車の3名から2名に減少したほか、 背面の仕切り窓の面積が縮小されている。保安装置は、阪神・山陽用,用の ATS と、列車無線のほか、近鉄用の ATS、列車無線も準備工事扱いで装備され、相互直通運転時に、保安機器の一括切り替えを行う、愛直切り替えスイッチを設置した。放送装置は、増結者のみに放送可能な機能が、付加されたほか、乗務員室から、 連結、解放作業が可能なように、車掌台側の規制内に連結解放器を設置した。また、本系列では分割、併合が常時行われることから、併結の際に中間に入ることのある先頭車の1201、K1501、K1601 型では、乗客の通り抜けと火災対策に配慮して、運転室と客室の間の仕切り扉は、従来の開き戸から引き戸に変更され、 貫通時には貫通扉や折戸状の仕切りを使用して運転台、車掌台を仕切れるようになっている。運転手と車掌の間の合図用の電令は近鉄で使用されているものも設置されており、阪神南波線における桜川駅で両社の乗務員が交代時にそれぞれが使用している電令に切り替えている。台車は千五百点九零零零九千三百の 各系列で採用されたモノリンク式、ボルスタレス台車の SS-144、電動車用 SS-044、制御車用の改良版である、住友金属工業製 SS-171M、電動車用 SS-171、付随車用を装着する。主電動機は、阪神の VVVF インバータ制御車では、標準となった。 東洋電気製造製のカゴ形参照、誘導電動機を搭載しているが、MT 比が1、1になったことから9000系、9300系が、のしている 130kW の TDK-6146A から1機あたりの出力を 170kW に増強した TDK-6147A を採用した制御装置と補助電源装置は、 制御装置に VVVF インバータ制御を、補助電源装置に静止系インバータを採用しているが、6両編成と2両編成では、仕様が異なり、6両編成の制御装置は、各電動車に、イベット素子を高耐圧 IPM に組み込んだ三菱、電気製マブ -174 から 15V163 を搭載し、1機の制御装置で4台のモーターを、 駆動する 1C4M 方式となっている。また、M1 社と M3 社には、東芝製の150区場の SIV である i m b 1 6 4 l o を搭載、どちらかが故障しても、冷房などのサービス電源を稼働させることができる10、給電設備を搭載している。2両編成では1501型に6両編成と、同じイベット素子を高耐圧 IPM に組み込んだ1、 C2M 方式の非子電気製 VVVF インバータ制御装置を2群と制御装置に99馬の SIV を一体化した VS デュアルモード車両制御装置という新機軸を採用どちらの形式名も MAV-174 から 15V162 であるこの装置は VVVF 制御と SIV の電力変換機能の共通性を利用し SIV が故障した場合に2軍の VVVF 制御装置のうちどちらかを CVCF モードで動作させることで SIV に冗長性を持たせるとともに非常時のサービス電源の確保を図っている。ブレーキ装置は8 0 0 0系以来である改正ブレーキ併用電気指令式電子直通空気ブレーキのマッサを採用しているが改正ブレーキ作動時には停止直前まで作動する。 純電気ブレーキ機能付きとなった。本系列の製造予定であるが、2006年5月25日発行の情報誌、ホット、阪神6月号によると、翌2007年度末までに20両を新造し、開業までの3年間に合計約70両を投入すると発表されていた。製造者年度となる2006年度は、 基本編成の6両編成1本とラッシュ時の増結用2両編成2本の合計10両が近畿車両で落成し、同年11月までに天笠車庫に納入されて報道陣向きに公開された。当初は2006年度中に営業運転を開始する予定だったが、11月のプレスリリースの時点で2007年春以降に営業運転開始と当初予定からずれ込む。 胸の発表があった。その後も、各種試験が行われたが、台車の安全性確認に時間がかかったため、新年度に入った2007年4月になっても車席、編入はされず、1日のほとんどは、天ヶ崎駅西側の留置線に、全重量が揃った状態留置され、時折夜間に、線路閉鎖の上で試運転を実施する程度であった。同年6月4日2201回が、 同年6月8日に1501回と1502回が車席編入されたことから、ようやく日中の本線上での試運転が開始された。試運転区間は順次拡大されて、同年9月までに、神戸高速鉄道東西線を越えて、山陽電気鉄道本線でも、試運転が行われ、山陽姫路駅にも入線した。また、基本6両編成による、試乗会は、 同年9月13日に報道人向けに、同年9月17日に一般向けに開催された。そして同年9月26日深夜には、向川線で2両編成の試運転が実施され、本系列は試運転だけで、阪神電気鉄道全線を走行した。その後、2007年10月5日から、阪神本線と西大阪線、また乗り入れ路線である、 山陽電鉄線で営業運転を開始し、梅田駅では出発式が開催された。6両編成は当初、梅田駅スマウラ公園駅間の運用のみに充当されていたが、2008年1月21日から直通特急の運用に充当されるようになった。阪神南和線の開業までは、基本の6両編成は、 本線の直通特急から準急までの優等列車運用に、増結用の二両編成は日本平結で四両編成を、蘇生して、西大阪線の運用にそれぞれ重当されていた。このうち、西大阪線の運用については、それまでの四両編成から2009年1月23日から、新線区間の試運転を兼ねて、本系列と急線系の六両編成に変更されたため、 四両編成は、天笠景気構内での増解決訓練に使用されることとなった。一方、阪神南馬線開業を翌年に控え、近鉄型の乗務員も阪神車両の取り扱いに、修熟する必要があることから、2008年3から4月に、増備された1202回1203回の6両、編成2本及び1503回から1506回の2両、編成4本のうち、 1503回1504回が、同年4月に、天笠記車庫内で、阪神南波線開通と三宮駅奈良駅間、直通運転開始を PR するラッピングとヘッドマーク装着を施した後に、近鉄高安県周線、高安県尺に搬入され、5月20日から、近鉄奈良線の東花園駅東生駒駅間で、試運転を開始した。当該編成は、 近鉄線乗り入れ改造を施された9000系9201階と、共に運転区間の東端を、山和西大駅まで延伸して、近鉄線内での乗務員訓練に用いられた。さらに8月23日には、最大事件尺にて本系列と、近鉄9020系を並べての撮影会と、最大事件尺東花園駅山と、最大寺駅での試乗会を実施し、なお、 1503回プラス 1504F は2009年1月11日深夜から12日未明にかけて新線区間を通過して阪神線内に戻り西大阪線で営業運転に復帰している。その際には2009年3月20日阪神南波線アートライナーだった1504回1503回は最大事件尺で9000系9201回に連結され 後ろの7から15車として改装された。これが阪神列車として初の重量編成であった。同時に本系列の新造によって老朽車の置き換えも行われることとなった。2008年3月までに上記の6両編成2本と2両編成4本の20両が増備されたことによって、同年7月までに7801系次車を全車廃車したほか、 2月には2000系の内連結機、乾燥未試行車であった2203回を廃車した。2008年度には、相互直通運転開始に伴う運用像と、2000系のうちに編成と8901系の代替廃車に対応するため、48両を新造、当初予定の70両を上回る車両を製造することとなった。2000系及び8901系の代替廃車に、 ついては、9000系9201回を5月に近鉄線内に搬入し、9000系の近鉄線乗り入れ改造工事を順次行っていたことと、2006年から既存各系列の連結機乾燥工事が行われている関係で予備者が不足していたことら、これらの工事が一段落し、本系列の増備が行われた後に実施されることとなり、年末から年始にかけて、 本系列の増備車も収益したことから、2009年2月に8901型は廃車され、2000系2209回も運用離脱し、その後廃車となった。2009年3月20日に、阪神南波線の延伸区間が開業したため、当初の計画の通り本系列は、近鉄線乗り入れ対応改造を施された9000系とともに、 近鉄奈良駅まで乗り入れを開始した。阪神南馬線開業後は、三宮駅や天ヶ崎駅から近鉄に直通する運用のほか、走行距離を調整するため近鉄線内で完結する列車の運用、直通特急や急行など、梅田駅発着の運用や、西洋電気鉄道本線の優等車運用もある。また阪神南馬線、近鉄奈良線では普通、 各駅停車にも使われているほか、急線系とともに、近鉄最大受験区に入庫、停泊する運用も存在する。直中特急運用は、土曜、休日台や、平日台やともに存在する。平日には、区間特急の一本と、梅田駅スマウラ公園駅間の特急のごく一部が、線系、または急線系での運用となる。その他事故等による、車両不足の際や、 他系列の検査時のダイソー、阪神甲子園球場での阪神タイガース、主催試合開催時の臨時特急で、梅田発着列車に運用される場合もある。二両編成の増結車の運用は、近鉄線、阪神南波線での増結運用の他に、車両不足時には三本を連結し、六両編成を、蘇生し、本線や阪神南波線、近鉄奈良線で運用される場合がある。その一例として、 全国高等学校野球選手権大会開催時の臨時特急運用がある。ただし、1501型には大潮駅対策のステッカーが貼られていないため、2両固定編成3本連結の6両編成では、自家特運用には入っていない。近鉄奈良線は、阪神との相互直通に加え、大和最大寺駅近鉄奈良駅間は、京都市営地下鉄からスマ線との相互。 直通運転区間にもなっているため、同区間ではカラスマ線の車両と並ぶ光景が、生駒駅では近鉄京阪な線で運用される、大阪メトロ中央線の車両と並ぶ光景が見られる。2009年3月20日時点で、基本編成である6両編成10本と、増結編成である2両編成9本合わせて78両が在籍し、阪神の車両系列としては、 8000系に次ぐ、両数となった。なお、当初の投入計画では、上記の通り70両で打ち切る予定であったが、2000系の老朽化に伴い、2009年度は6両、編成1本が製作、また2011年度にも6両編成2本、1212 12回1213回が製作され、この結果2011年6月時点では6両編成13本と、 増結編成である2両編成9本、合わせて96両が在籍している。これは、阪神観光用車両の全在籍車両数、4両23編成イコール92両を上回っている。2014年には、山陽列車姫路方1号車、1251系に、上り大塩駅ではこの扉は開きませんのステッカーが貼られた。年月より、 1204回が夢を走らせよう。ラッピング電車となっている。2017年10月より、1207回が557いさと。ラッピング電車となっている。2017年4月1日現在、9編成18両が在籍する。2017年4月1日現在、13編成78両が在籍する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。